女性が国会議員になることの意味というのは、やはり、その、より少数の意見を国会の中に取り入れていくということで大事だというふうに思っています。また、残念なことに、今の国会では10%以下の女性しか議員でありません。その結果、女性に関する法律がなかなか決まらないということも事実です。 そういったことを女性の議員が増えることによって変えていくことができる。また、一方的に法律とかが作られているところも変えることができる。というふうに私は思っています。